はい、どうも、俺でーす。何をするかと言いますと、これです。タブレットで、なんかね、ちょっとアプリを探してみようと思います。アプリ。まあ、ちょっと本当は画面分割ができてね、まあ、隣に映し出さればいいんですけど、ちょっとこれはできないんですよね。キャプチャーがあればなぁと思う毎日です。さあ、今日はね、何を探したいかと言いますと、まあ以上、とりあえず適当に探したいと思います。はい、今はですね、こういう形でしか皆さんにね、お送りすることができませんが、まあご了承ください。本当にアプリじゃなかったキャプチャーがあればね。はい、じゃあ今日はですね、まあアプリを探すということで、特に何も考えてません。本当に考えてません。ではちょっと探していきましょう。ちょっとね、画面がちょっと揺れるかもしれませんが、まあちょっとこちらの方はね、ご了承ください。さあ、何を探そうかね。まずは便利なアプリ。うん、何があるか、うん、まあ便利なアプリでもいろいろあるもんなんだよね。なんかあるか。まあゲームだとね、すぐに見つかるからな。まああとはメールだとしたら LINE もでき、LINE の方がね、結構有名だし。まあたまにはね、こうやって探し出すこともあるんですが、特にね、これといって探し出したことがないんですよね。じゃあとりあえず第一弾は、動物病院アプリ。なんか結構あるね。なんだこれ。なんかこれも違うな。なんかね、なんか動物のね、これっていうもんがあればね、ベビーペットドクター、このゲームか。動物病院バス。ゲーム会。なんかね、ここに
まあ、近くに動物病院あります、ここにありますよっていうのがあればね、いいんだけど。なんだこれ。ごめん、わかんねえ。ないやつもあるんだね。このゼロっていうのがもうないのかな、ないやつなんだな。なんだこれ。これもゲームかい。なるほどね。なんかね、これじゃない感がね。やっぱね、ちょっとゲームの方が多いね。やっぱね、ちょっといいアプリを探すっていうのは結構ね、難しいね。まあ結構そういうのもあるんだ。なるほどね。病院とかそういうのじゃなくてね、やっぱりなんだろう、日々の記録的なもんが多いね。まあこれはもうね、人によるね、これをこういうのはどういうのが便利なやつか。まあ結構ね、うんこの方もね、結構大切なんですよ。ちょっとね、形がうんこでね、形が違ってたらね、ちょっとそれで病気っていうのもわかるらしいから。やば、ゲームが多いなこれ。これ子供じゃん、子供ペットじゃねえじゃん。ちょっと無理だね。今日は諦めよう。はい、どうでしたでしょうか。まあ今回はね、アプリを探そうとは思ったものの、特に何も考えずにね、やってしまってましたんで、本当申し訳ない。今度からね、ちょっと探し出し、
いいものがあったらね、まあ、紹介できるといいなと思います。まあ短いですが、今日はこの辺で失礼いたします。申し訳ございませんでした。